はい、というわけでファイターズ一人ダイナマイト、ダイナマイト、ちょっと趣向を変えまして、フィラさんの大好きな牛さんでプレイできるやつなんで、もう牛、もう牛、あ、びっくりした、もうギースがなんたらって言うのかと思った、そういうわけじゃなくて、どういうことだよ、ここに隠しカーソルがあって、うん、あれこれよかった、ここを押すと、うん、カルドフなんですけど、うん、親友で、親友がほら本当だ、そうです、いいですね、どこがジャンプ攻撃も強い、弱点どこなの、ん、角、角が折れるはず、角が折れるはず、きついな、バイソンレベルできつい、技はない、ちょ、下手はないっぽいね、ああ、ただ威力が高いって言うな、そうそうそう、でも判定、鬼判定なんだろうな、コンピューターが、はい、何もできないもん、大パンチを押すだけで、まあまあまあ、まだ一面だし、いいですね、ほら、うっしーし、しかしここに絵はない、残念、あくまでもカルノフだ、これめくりめくりボディ、全身これ判定の塊、マストリウスに謝るレベルやまあ喜んでもらえて嬉しいよ、あ、分かりやすい強さだね、うん、スーファミ版のランマ2分の1のファンソタロー以来ですね、投げた投げた、あれは宙を舞えばいいだけ躍動感があるな、エンディングあんのかな、子供そのエンディングが始まるんじゃない、多分混ざってたんです、牛の振り、世界を統一したでも、ガチだお、めくボディ、俺の自慢のボディ返されたぞ、ついに、危ない、何が出た、ああ牛が負けた、あら、カーナフロージーズ、強いな、強いな、ラウンド2ファイト、足で角があるでよ、角が、スローやってやばいやばい、あーわー、すごい、あー力強い、暴れるカーナフレンズ、ちょっと降りてます、ファイナルラウンド、会いました、やりました、きついなぁ、めくりかどうかわかんねえ。
削りがあるんやな。あるの？あ、ほんと？通常技で。あ、さすが牛。いや、お互い。あれ？嘘？マジで？あ、シャー。お方。角が取れてからが本番よ。そうよ、そうよ。そうそう、負けはせんぞ。地上最強決めるスイッチ。したい人間の戦いが。なんでマトロックって名前覚えてるから。ん？マトロックの名前覚えてる。なんでか知らないけど。ヨンビーが強かったのかな。ゴーケツやったのと後ろのやつが歌えよって思っちゃう。普通歌わないステムウェイ。つえつけてるウェイ。なんで読み投げ強かったの。わからん。牛になみなみならぬ恨みだ。あー、プルコギ的な話か。あー来た、ザジー。来ました、ザジー。初代ワルトシリ番長。そしたら動物の扱い慣れてんじゃん。しかし牛は勝ち。家畜八段。お、あのザチが何もできぬと。全くだ。ダチョウもいたの。ほら、ザチョウ。お、ああ、ミドルキックを続きで返す。すごいなあ。あそこに胸あるとは思えないんだけど。カルノフ式だから。あ、やばい、天敵じゃん。さすがに投げに弱いんだよ。近寄れない。パワーボムだ。パワーボムだ。どっちの味方やん。ファーストリュウク。後ろいなさい。なんて書いて、オックスって書いてある。うん。丸バツに見える。そうだね。面白いね、英語って。丸バツだよ。あれ、あの、狩りするときもメモがめんどくなかったから、そこ書いたんだよ。あの、ちょめちょめみたいな感じの。まあ、問題発言。ちょめちょめ。マストリウスが一番弱いゲームみたいじゃないか。パワースピードテクニックどれをとっても無心に負けない。化粧濃いな。むしろカウンが暴れてる。あ、カウンなの。あれカウンです。顔赤いのカウンです。左は。あれ、あれなんなの。コウじゃねえか。ああ、歴代の武神を。はい、美女連冠伝って書いてますね。じゃあ出張戦闘なんかあれじゃん。不要か。不要じゃないでしょ。公務ならあれなんじゃない。何やったっけ。不備人ですかね。あ、そう、さあすいません、粗相がありました。お詫びにボディープレス。英語ランクが、英語ランクが飛んでくるよ。すげえ楽だよ。おファイター自撮り2面行くのめちゃめちゃ難しいのこのゲーム。そうね、あのガードのピシピシうるさい割には敵が硬いっていうどうしようもないゲームだったよ。そうそうそう。あ、サムチャイ、マッソーサム、サブちゃんじゃないの。
あの久田のパップ総会がマスオさんにしか聞こえないんだ。ああ。ああ手堅い。あでも今度は削られてないな。あれ？角折れたらとかな。わからん。4ミリだけまずかも。どう。どう。うわ。柔らかい。今まで聞いた格言の中で一番柔らかいやられ声。やられ声評論家。やられ声ソムリエ。ああああ。虫が死ぬ虫が死ぬあんなことしたら。あマットロック。マットロックって言ってこれで覚えたね。マットロック。ドドドドドドパーン。わあ。柔らかい。デッサン。そう。今はこれのほどは虫よりも柔らかさが超えてる。主人公ですよ。あんまり未だ分かんない、ね。おお。折れた。おやめ。やめ。あっ、あぶねぶねぶね。でも持ってかれるね、一発。うん。だってなんか10割はないけど、なんかみんな8割ゲーみたいな。ダダダダダイナマイトもあるし。うん。やっぱみんなが言うもんね、前試す。あ、牛に DDT。ボックス DDT。おう。はい。ああ、ダイナ、おう。おう。マジ。あれ。気がついたらレイ、レイ。ライ。レイじゃない。死んでたんだ。あ、出た。この時にですね、もう中国拳法の 2D キャラが完成されてたのがすごい。完成って言うなよって思いたいけど、完成してるよなっていう。あのさ、強いつけど。あガチ負け。さすが牛殺し。ラウンド2ファイト。空中戦が無理だ。久田が終わった。久田、ね、いやなんかね、前斜め下大キック。久田はそれスライディングみたいなと言ってんのかな。うわー、つなげてきたな。ああ、やばい。空中戦が無理なんだよ。ああ、削り。牛が負けると。おお、牛が出てこない。空中戦が辛いよ、こいつ。なのにそんなキャラじゃねえと思うんだけど、対空にいるのかな。いけ。ああ、お、まさに。はかけ、まさに相手の力を利用して。相打ちでいくしかねえか。ダメージ差で勝つしかない。まあでも正しい戦い方だよね。
相性を取るのがやつだぜ。恐るべし B、 お前のことは忘れない。ああ、バチーン。膝小僧が出てますよ。さくらのしゃがみ台パンチより強いぞ、このこいつのしゃがみ台パンチ。でも武士と所詮小娘では。は、投げキャラ。出ました、出ました、小娘。よし。やべやべ。手堅い、手堅い、手堅い。いや全然投げねえぞ。もう投げられるの期待してたの。うん。ああ。やられ声ソムリーとしてはどうですか。満足。ちょっと短い。あら。しかしそれもまたいい。あ。ほら短い。ああ、あ、後ろの茶道けさが楽しそう。かわいい。フクレッツラも素敵。うん、出ました、クラウン。自分ちやったよ。そうだね。意外とナルシストもね。なんかあの指針を飾るかのようにあのカメとかワニを配置してるよ。ああ本当だ。玄武とか青龍とかの配置だよ。玄武代わりに青龍代わりにワニ。カメレオンだし。白虎がいない。いや、手前に牛が代わりに。あ、お供えしますぞ。クラウン強かったイメージがあるけどな。強いね。あっさり、あっさり勝ってるような。ほい。かわいい。あら、かわいい。カメラずっと泣いてんのが俺気の毒でしょうがない。あ、やっぱ飯食ってんじゃない。泣いてるの、ポロ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 。あ、産卵してんの。めっちゃ産卵してるやろ。ラウンド、ファイト。な、お、あ、ルーン。カルロフはあれなんかな、やっぱブッチャーが元なのかな。キラーとは鎌田なの。誰やねん。ちょっと音楽がなんか違うゲームっぽいな。そうだね、ブランディッシュみたいな。あの元芸のカルロフから使ってんじゃない。ああ、ああ、あ、石じゃなかった。まあそりゃそうだ。お、いい人だな、カルロフの穴。ここに牛出てんだ。あ、そうだね、俺も気づいた今。うん、最初に壮大なんでデパレしてたんだね。多分だけど、うん、プレスオで空手道やったじゃん。はいはいはい。あれも牛出てくるんだよ。へえ。多分そっからつながりだと思うんだよ、牛が出てくるんだ。はいはい。実はね。
タルスタッフ多いな、すごいな。多いの？多くない？なぜ？あんまりその普段が何人とか意識しないから全然わかんない。あのこの前の電信魔界とかなかなか雑な感じだったじゃん。5、6人ぐらいで。あれは末期だからですよ。はい。この頃ってなんか無駄に同じ人の名前が4回ぐらい出たりするような時代じゃなかった？そうだね。あれやこれやと剣に、うん、そして輝くデコの文字。ああ。どうでした？いやいいですね。お、よかった。牛、うん、牛3つ？え、牛3つに4味1つ。あら。合わせて5カルノフですね。カルノフの価値低いな。